アマチャアマチャは、アジサイ科の落葉低木のアジサイの変種である。ガクアジサイによく似ている。アマチャ。また、その若い葉を蒸して揉み、乾燥させたもの、および、それを煎じて作った飲料のことも指す。ウリ科の鶴製多年草である、アマチャ鶴の葉、または前草を使った茶も、アマチャということもあるが、前者のアマチャを使ったアマチャが、本来のアマチャである。 甘茶の茶葉にご放楽というご祈祷を神社で行った茶葉のみ、天茶の称号が許される。飲料としての甘茶は、高褐色で甘みがあり、漢仏会の際に仏像に注ぎかけるものとして、古くから用いられた。これは、釈迦の生誕時に八代竜王がこれを祝って、産湯に甘露を注いだという古事によるものである。また、寒仏会の甘茶には、 虫除けの効能もあるとされ、アマを炭に混ぜてすり、四角の白紙に、チハヤブルーズキ8日は喫日夜神下げ虫を成敗ぞ、すると書いて、室内の柱に逆さまに貼ると虫除けになるという、風習がかつて全国的に行われていた。アマは、甘味成分として、フィロズルチンとイソフィロズルチンを含み、その甘さは、初頭の400あるいは600から800倍。 サッカリンの約2倍である。葉を乾燥させることにより甘みが出る。また、組成分として、タンニンを含むが、カフェインは含まない。生薬としては、高アレルギー作用、刺繍病に効果を有する。茶、麦茶などに砂糖を入れたものは、本来の意味での甘茶ではない。昔から食用とされてきた植物であり。 これまで甘茶から毒性のある成分が検出されたこともなく、毒性はないと考えられているが、濃すぎる甘茶を飲むと中毒を起こしておうとする恐れがある。花祭りの際に濃すぎる甘茶を飲んだ児童が集団食中毒を起こした事例が報告されている。アジサイ属の植物には葉に生産配当体が含まれており、食すと中毒を起こす可能性があるが、それとの関連は、 よくわかっていない。厚生労働省は、濃い甘茶を避けること、2から3グラムを1リットルの水で煮出すことを推奨している。ありがとうございます。